事務所が都心にあったんですけど、手狭っていうことと、まあ、駐車場もなかったりして、路駐したり、いろいろまあ迷惑をかけたり、手狭になったっていうことで、ちょっと郊外の広いところに変わろうと。なんか中古車センターみたいなのが潰れたとこがあったんで、そこを借りることになったわけですね。昔のなんか中古車センター、中古車屋さんっていうと、まあ駐車場っていうか車が並んでて、奥の方に店舗がある。倉庫的な。っていう風のを想像してください。そこの、走行的な、なんか整備できる、ちょっと広い、商談するようなとこを事務所にしたわけです。だから、中古車屋だったんで、もうその看板は決して塗っちゃって、ただ何々組ってやってるわけじゃないんで、まあ見る人が見たらわかるみたいな。ただ、車を並べるっていう風になると、やっぱりもともと中古車屋さんだったんで、綺麗に並べるっていう風になって、向きを変えて、上のもの順からこう綺麗に並べていくと、そこそこなんか本当に中古車屋みたいだな、なんつって笑ってたんですね。ただ当時はのんびりしてるから、車なんていうのは鍵を刺すやつだから、鍵ってつけっぱなしにしてるんですよ。まさかヤクザの事務所の車を盗んでいくやつはいないんで、昼間とかなんていうのは、割とつけっぱなしにしてって、なんかすぐ出れるみたいなことがあったんで、そういう風にしてたわけですよ。まあ、当番の人間もいるもんだから、当番だと当番者二人ぐらいで当番しては泊まりですよね。それでも電気はつけっぱなしにしているんで、鍵はつけてるわけですよ。確か頭の当番だと思うんですよ。で、朝9時か10時、とにかく頭の車が置いたまんまでそこに行って、朝行ったら頭のクラウンがなくて、なんかホンダのセダンみたいなのが止まってるんですよ。見たことがない車が。おかしいなって話になって、呼ばれて、どういうことだと、いや、わかんないですと。いや、そんな怒ってなくて、なんとなく想像したのは、誰か来て、その車を乗り間違えたというか、間違ったっていうふうには、もうどう考えても思えるんで、車だけがなければですよ。盗難とかなるんで、ただ、この、ホンダのセダン、アコードかなんかだと思いますよ。これは誰の車なんだっていう話になったわけです。で、知り合いの付き合いのある社長さんとかそうかなと思ったら、誰も知らないと。で、みんなもう頭の車がなくなったって事務所は大慌てしてる若い人は、ただ頭が自分に、よし、ちょっと探しに行くぞって、探しに行くぞって言うわけですよ。はぁ、なんか嫌な、もう怖い人なんで、なんか偉いことになりそうな気がするんで、どれで行く、じゃあどうしますかって言ったら、それはこれで行くしかねえだろうっていうんですよね。これで行くしか、えって自分言ったよ。運転してけって、いや、これでも知らない人のですよって、いいんですかって、いいに決まっとるだろ、そんなもんって。これしかねえんだからって。いや、でもって、まあ私もまだその子供だし、その、いいからって言うから、あ、もう頭は、見当がついてて、もう分かってるからいいんだと思って、うわぁ、そこまで言うんだから、そういう時って逆らえないで分かりましたって運転して、なんかちょっとぶつかってるんですよ。まあでも、ボロボロの車でもないんですよ。ちょっと近所を走れっていうわけですよ。で、ぐるぐる回ってて、ある家の前に行ったら、頭の車がなんか変な風に止まって、半分この溝に乗り上げたような状態で止まっているんですね。あった。いや、あったって言うから、知ってたんだなって思うんですよ。で、おい、ここ止めていくぞ、つって。あ、まあいい、ここ止めとけって言うと、もうその後ろに止めて、ピンポン、ピンポンって言うと、人乗りなさそうなおばさんが、はいって言って、頭が、この車ってお宅のですかって言う。ああ、そうです、うちの息子の親です。あ、そうですか。わかりました。おい、お前説明しろって。あれと思って。いや、実は、私どもの会社の前にこの車が止まっていたんです。で、今乗ってきました。ホンダのアコードが止まってました。このクラウンは、私の上司の車なんです。わかりますか?はい。で?って言うわけですよ。お母さんね。年老いたお母さんが。え?いや、ですから、はあ、でもそんなわけはなく、では、じゃあもうはっきり言います。多分、その息子さんでしょうね。その方が間違えて乗ってられたと思うんです。でも間違えて乗って、でもそこって私の、いや、知らないです。見たこともないです。私とも。もうこの話をすっごい長くして。じゃあ、その証拠に、この鍵は私ともにあります。この車の鍵がその家の中にあったらそういうことですよねって。一回見てもらえますか?いや、そんなことないと思います。ほんで持ってきて、これですか?そうです。これは、この人のキーホルダーとこれがついててかかります。どういうことかわかりますか?盗んでいっちゃってるんですよね、お宅の息子さんがっていう話。
もうこれって怒るとかかましを入れる次元じゃないんですよ、もう。そうなると。どんどんお母さんの顔色が変わってくんで、気の毒に。ちょっと呼んできてもらえます？したらもう、そのくだりを聞いてて本人分かってるから、出てこれないって言うんですよ。それともう一つはもう酔っ払ってるっていうのがあるんで、じゃあこの状態で分かりました。この頭がすごいなって、ヤクザ怖いなと思って。分かりました。でも、それはお宅の息子さん乗ってったんで、しょうがないですよね。私はこの置いてった車乗って帰りますわって、そのまま、このクラウンを置いたまま、で、自分の、その車の、家の鍵だけを取って、ね、車の鍵だけ渡して、帰ってたんですよ。恐ろしいことになるなぁ。これは恐ろしいことになるなぁって。次来た時は、中古ではありましたけど、柱の車がセンチュリーになってましたね。怖っ。